スポーツスターとは、アメリカのオートバイ製造会社ハーレー・ダビッドソンのオートバイシリーズ名である。1957年に初代を発売して以降、スポーティーな走りに重点を置いている。ハーレーラインナップの中では、スポーツスターファミリーと呼ばれている。誰もがスポーティーな走りを充実できるように個性的な、ラインナップと低価格で人気の車種である。 スポーツスターというモデル自体は1952年の時点ですでに登場しているが1957年に XL モデルとして登場したものはサイドバルブエンジンに55キュービックインチオフエンジンとトランスミッションとが一体型となるエボリューションエンジンを搭載し幅も抑えているデザインとなっている。翌1958年には低圧縮の XL、高圧縮の XLH、 保安部品の付いていない、マグネット添加の低圧縮の XLC、高圧縮の XLCH が誕生。1959年には、XL、XLH、保安部品装着の XLCH のみとなる。1960年には、XL もなくなり、XLH と、XLCH のみとなり、バッテリー添加とディストリビューターの XLH、バッテリーレスで、 マグネット転換の XLCH となる。1967年には XLH だけにセルがついて、1970年には XLCH も XLH と同じくバッテリー転換とディストリビューターとなる。重量も軽くシート高も低いためハーレー初心者や女性にも扱いやすく自動車教習所の大型自動二輪車教習では、 この車種を使うところも多い。現在は 883cc モデルと 1200cc モデルが製造を販売されている。日本国内ではスポーツスターと呼ばれるが、スポーツスターではなく、本来はスポートスターである。ありがとうございます。